うわー、綺麗だね。うわ、めっちゃ綺麗。ここから濡れてんのかな。はい、こんにちは、タッチヤニです。寒いっす。いつものキャンピングカー、タッチヤニんちのトムさんの中からお届けしてます。これ、トムさんの中じゃなかったら結構やばいわ。めっちゃ寒いです。ここはですね、長野県白馬村の岩岳スキーリゾート、岩岳に来てます。はい。多分ね、20年ぶりじゃないかと思うんですよ。タチヤニはね、以前岩岳でレースをやってた時も、その時代は九州に住んでたので、1000か2000しか走れてないんですよね。もう岩岳のその前世の時代を知ってる人からすると、ええって言われると思うんですけど、その時代にレース活動をやってたんですけどね、2回ぐらいしか走ったことなくて、本当にね、20年ぶりにカーナビ頼りに来てみたんですけど、全然覚えてませんでした。ほんとね、懐かしいとかなくて、なんかすごいだから新しいところに新鮮な感じで来た感じです。でもね、すごい楽しいところですね。なんか走れて嬉しかったですし、また来たいなって思います。景色もすごいいいですしね。まあこれからまだまだコースもどんどん作られていくみたいですし、マウンテンバイクにとってもいい環境になっていくんじゃないかなっていう可能性を感じました。まあ来年はね、ENS とかも含めてどんどん走りに行きたいなと思ってます。おめでとうございます。その方がオフセット少なめの10メートルになっていいですよね。わあ、綺麗だね。うわ、めっちゃ綺麗。うふー、うふー。いただきまーす。よいしょ。ありがとうございます。これはこれで難しいよ。オッケー、グリーンを行ってみようかね。これは怖いだろうな。これが砂利だな。ベーコンだそうです。いただきます。あれがね、こう決まった瞬間にもうね、こうなる決まってるね。もう脱出はもう決まってる。もう滑ることない。そこまでがね、ここにいっぱい入ってるんですよ。見ればね、どこ見てもね見つかるぐらい入ってる。チャンピオン。ここ怖いよね、いつも。今のが難しいんだよな。いや、全然違うな。左。はい。うお、根っこが。うわー。やーめっちゃ楽しかった。どうしてもかすうどんが気になるんだけど。私も気になった。なんであの名前なんだろうと思って。あだ、背中痛え。筋肉落ちてんのかなやっぱり。出るでしょ。はい、というわけでね、白馬岩岳に本当ね、何年ぶりだろう、20年つっていいぐらいじゃないですかね、ぶりにやってきて走りました。まあ、コースにしても上の方とかもね、すごいこう綺麗に開発されてて楽しかったです。また来ようと思います。今年はね、これがラストになりますけども、来年もねチャンス見つけて岩岳のコースも走りに行きたいと思ってます。はい。というわけでね、岩岳です。いやー、昼間はね、日が照ってちょっと暖かくて、ちょっとというかかなり暖かくて良かったんですけど、日が陰るとめちゃめちゃ寒いです。やっぱりね、11月の第2週目のですからね、雪が降ってないのがラッキーなぐらいです。まあ、コースの中も部分的にはちょっと霜柱が立ったかなっていう感じのところもあったんでね、こんなコンディションで走れて良かったなと思います。思い返したんですけど、その1回か2回しか来てない岩岳のレースね、僕多分ね、雨の中走ってんですよね。だからゴンドラ駅降りたところの、から見える雄大な白馬の、北アルプスっていうんですかの景色とかね、初めて見ましたもんね。いいですね、ここね。また富士見パノラマと違った良さがあって、これは両方とも通いだなーって思ってます。もっと時間が欲しい。もしくはね、シーズンがもうちょっと長かったらいいなって思うような感じです。はい。というわけでね、白馬岩岳走ってきました。こんな感じで YouTube チャンネル、どんどんね、タチアニがやったこともアップしていきます。ぜひチャンネル登録をして、続きのビデオを楽しみにしててください。今日も最後まで見ていただき、ありがとうございました。タチアニでした。失礼します。